お疲れ様です。トケルのドラマ考察です。日本テレビ系列読売テレビのドラマ CODE 願いの代償。まずこの動画の結論をお伝えします。どんな願いも叶えるアプリ CODE、 持っている人間は多数いて、巨大な資金が投下されたものである。最後まで見るとその理由がよくわかりますので、ぜひお付き合いください。2023年夏は考察系と呼ばれるようなドラマがたくさんある印象なんですが、その中の一つで放送開始日が早いのがこちらの CODE 願いの代償だと思います。今回はこの CODE のドラマ内容について話していくんですが、まず初めにお話していくこととして、今回の僕の動画ではあらすじ、ストーリーや登場人物の背景についてはあまり話しません。そのあたりは公式ウェブサイトを見ていただくのがいいと思いますし、 YouTube の動画でも他に解説してくださっている方がいると思いますので、ぜひそちらでご確認ください。僕が今回お話していくのは、この CODE を考察していくにあたり踏まえておきたい参考になりそうな考え方についてです。まだ初回の放送もされていない状態で、僕がこのドラマに抱いた印象とそこから想像できることをお話していきます。きっと CODE の考察を進めていく上で考察の材料になる話ができると思いますので、お付き合いをよろしくお願いします。ただ一応お伝えしておきますが、あくまで僕の想像の話になりますので、その点はご留意の上でお聞きくださいね。このドラマではどんな願いも叶えるアプリ CODE が登場するそうですが、これに似たような話を以前見たことがあるんですよね。それはアニメなんですが、2009年のアニメ東のエデンというアニメです。ちょっとビジュアルから敬遠される方もいるかもしれないですが、謎とかサスペンスが好きな人だったらかなりハマる可能性があるアニメです。僕もドハマりしたアニメだったんですが、このアニメでは携帯電話がキーアイテムになっていました。まだ今ほどスマホ主流の時代じゃなかったこともあって、携帯電話がキーアイテムなんですが、ちょっとこのアニメにおいての携帯電話の話をすると、主人公がいつの間にか持っていた携帯電話はいつもコンシェルジュが応答してくれて、どんな要求にも答えてくれるんです。どういう原理かというと、この携帯電話を渡された人には100億円の電子マネーが与えられていて、それを使うことでどんな願いでも叶えてくれます。コンシェルジュが裏で手を回してくれるんですよね。だから例えばこれは無理だろうと思うことでも、関係者に賄賂を渡すなどを行うことでほぼ何でも実行可能にしてくれます。この携帯電話が配られた理由は、確か100億円与えられたら人間はどのように行動するのかといった実験であったと思います。主人公は100億円使ってこの国をより良い方向にするならどうするかというふうに聞かれていたように思います。この実験を行っているのは、我々が想像もできないような金額を持っている世紀の金持ちであったと思います。今回のドラマ CODE の企画を聞いたときに、この東のエデンというアニメとの共通点を感じたんですよね。ただ僕が知らないだけで、東のエデンも何か別の作品の影響を受けて制作されたものかもしれませんので、その点はご了承ください。で、東のエデンの中ではこの携帯電話を持っているのは主人公だけではなく、全部で12人も携帯電話を与えられた人がいました。おそらく今回のCODEも主人公以外にも同じアプリを持っている人がいると思います。まずメインビジュアルを見ると、ここに出てきている人が全員スマホを持っています。これは全員がCODEを使っていることを表していそうな気がします。はじめはみんなお互いがCODE使用者と知らずに探り合いを始めるんじゃないでしょうか。何でも叶えてくれるアプリは誰かがそれを準備したはずです。このCODEを用意した理由を想像すると、もしかしたら東のエデンと同じく大義のため、例えば世の中を正すためのような大きい目的があるように思います。それが用意できるのは、やはり想像を超えるような金持ちですかね。でももしかしたら
存在が隠されている国家の秘密組織のようなものかもしれないですね。任務に失敗すると制裁が下りますと連絡が来るようなんで、コードを使う側の人間にも決まった行動が要求されそうですよね。そうやってコード使用者をコントロールすることも目的なのかもしれません。制裁が下る理由はこのコードの存在を他の人に知られるとまずいからなんでしょうね。染谷翔太さん演じる椎名和樹はコードの真相を追っているということらしいんですが、それは椎名自身もコード使用者だからではないかと予想します。コードの真相を知ることでもしかしたら金儲けに使えるのではないかとか、人のためではなく自分の私利私欲のために使うことが可能なのか、そういうことを探っているのかもしれません。使用者同士が関わることで新たな状況が生まれる可能性もありそうですよね。例えばですが、コードは1人当たりで使える金額が決まっているんだとしたら、他のコード使用者を殺すと自分の使える金額が増えるといったことですね。ということでいろいろ想像してきたんですが、全く違うストーリーになる可能性もありえます。皆さんはどんなストーリーになると想像しますか？僕は当たる当たらないは気にせず、いろんな可能性を考えたいと思ってる方なんで、ぜひ皆さんの考察を教えていただけると嬉しいです。タイトルがコード願いの代償とあるので、コードを使うことで何か代償があるということなんですが、これは明確に何かを失うというよりは、僕は義務を負うことになるということかなと思っています。その義務を負わせたい相手を選んでコードが使えるように仕向けられているんじゃないでしょうか。そんな風に考えてるんですが、どうですかね。今回はここまでです。みんなで考察できると嬉しいです。コメントはできる限り返信します。この動画を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。はい、最後に、最近 YouTube のプロフィール画像を変更しました。あとチャンネル名も変更しています。以前は赤星インコの動画を結構アップしてたんですが、今はドラマの考察の動画をアップしていて、インコの動画を上げるのがちょっと難しくなっているので、プロフィール画像、チャンネル名を変えてます。もし、チャンネル名とかプロフィール画像に何かご意見があったら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ここでお礼です。今後もこのチャンネルの動画が見つけやすくなります。チャンネル登録と通知設定、高評価ありがとうございます。他のドラマの考察もやってますので、ついでにお立ち寄りください。